攻めてこないんで、うん、いいんじゃない、時間切れで攻めさせてあげよう相手に。あ、どうした、どうしたの、打たないの、どうしたどうした打ってきたみなさんこんにちは、キスケです。本日は新しく追加された10倍ダーというユニークフラグメントを、つけて戦っていこうかなと思います。イエローかつ神の木ということで、上がる項目が打撃防御がマックス 20% かな、でスロット2が 15% でスロット3が射撃攻撃 30% ということで、50W につけて PVP 戦っていこうと思います。でプラスこちらのぶっ壊れフラグメント、打撃攻撃力 35% アップということで、もう火力しか取らない怪物に変貌しました。めちゃくちゃやばいと思います。ということで PVP 回っていこうかなと思うんですけど、よければチャンネル登録と高評価ぜひともお願いします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました、対戦お願いします。やっていきましょう。初手はまあこういう感じでいこうか、お願いします。まあ前3体でしょう、おそらく緑からか。 50W で触っちゃえば一瞬で溶けるんちゃうかな、多分。最速 50W で殴っていこう。はい、こんにちは、系譜キラー持ってますはい、ぜー、いい火力だね。あー特殊圧消えた、 OK。 いやー射撃か、残念、これはやられたな。 OK、 入らないよね。いやー最悪、なんでそれ、よし救急で捕まえちゃった、悟空ベジータ。捕まえちゃえばもうこっちのもんよ耐えるはずもなく、即圧ばっかやな。耐えそう、無理か、味方一体落ちてるからさすがに耐えていく、ラッキーやね。最速 50W の登場ですよ。これ救急ガーズで沈むでしょう、ポンポン落としていくよ。あざした。さあマッチングしました、スーパーサイヤ人パーティー対戦よろしくお願いします。こうかな、はい、まあ前3体でしょう。まあほぼ確実に出し勝ちできるっていうのはありがたいね、スーパーサイヤ人。まあそれをお釣りにするぐらい火力があるんやけど、対戦お願いします。即圧いこうか、うん、よくない、必殺圧、まあまあまあ大して効かないでしょう。 OK、 いやーなるほど、あざっす、無駄だな、無駄だなよ。はい、一冊打ったばっかやからないと思うんだよな。入る、特殊カバチェン無効ですあでも硬いな、ゴジータ意外と硬い。はい、誰落ちてもらおうかな、これライジングラッシュやったら。極ベジか、極ベジ捨てるか、うん、
そうね。はい。まあしょうがない。火力も高いし意外と硬いっていうめちゃくちゃ嫌やな。まあ Z アビリティめちゃくちゃ乗ってるからしょうがないっちゃしょうがないけど、こんな硬いんけっていう、信じられない。あお、やらかした。あざっす。はい。いやー、これ救急カーツじゃ落ちないよな。来ない、残念。あざっす。125カウントから、ライジングでいいや。はい、助かるね。タックルは救われたOK。 でこれ交代禁止で縛られないんでありかも。じゃあメインで見よう。びっくりマークね、スルー、ワンジャン落とせ。バニシング回復しそうやから、これ耐えようかな。キャラチェンせず、うわー、つえつえマジかよ。最速、はい、これで勝ちですね。よし、究極発の火力やばすぎやろ。あざした、降参しないのか。さっさとくたばりやがれ、かっけえ。さあマッチングしました。劇場っぽいね、懐かしい、めちゃくちゃ懐かしい。これでいこう、お願いします。出しがち、紫2枚か。ゴジータブルーの通りがよろしいな。初手大事よこれ、初手大事よみたいなこと言ったら初手取られるから。遅ーい初手取られたやっぱりよくねえな、言うもんじゃないね。フラグってほんまに回収されるからよくないと思います。やばすぎんそれ嘘だろマジかよ、衝撃なんやけど。あざっす。はい、出てくるかな、ラグ。はい、はい、あざんす。いい火力、はい、あざんす。いいね、いいペースいいペースだね。はい、ドーン。やべえやべえぞこいつこいつはやべえ、ビビってねえ。まあ悟空ベジータ落とそうおもろいなやり返すか。右から2番目が射撃やったっけな、ちょっと覚えてないな。はい、ナイス、いいね。特殊カロチン向こうです。はい、捕まえちゃったね油断したね。さよならウルゴチ、これマジ強え。交代禁止マジ助かる。マダガスカルソーレ、あーちょっとミスった。アーツ打つでしょ。 OK、 よかった。はい、ナイス、素晴らしい。まあこれ、うん、そうね、キャラチェンするからちょっと時間稼ごう。はい、間に合わない。おう、オッケー、
あざす、必殺ダーツ行きましょう。俺くらえ。これが新しいフラグメントの力なのか、よく分かってないぞ。必殺アーツは必殺アーツの余ダメージアップっていうフラグメントがあるから多分違うよね。もうってマジそういうの。ダルメシやん。はい、怖っ。あざっす、ライジングでいいや。怖いよ。いやクソゲーすぎー。落とせ、よっしゃよっしゃ、ナイスや、よく落としてくれた、助かります。はい、遠距離打撃してこい、してこい。はい、マジかよ、下手すぎる。それともうバニシング奪って必殺ぶっぱでいいわ。それでいいや。はい、メインで見て、シュッ、あざっす。対戦ありがとうございました。さあマッチングしました。合体戦士対戦やっていきましょう。お願いします。初手は緑でいっか、これでいこう。お願いします。おう、青じゃないのか。まあでも石腕にビビらんでいいっていうのはありがたいかもね。スーパーサイヤ人、そこはーつ。オッケー、ナイス、ありがたしい。これはチェンジアビリティ貯めよう。はい、いいね、オッケーオッケー、シュッ、入んのかい。オッケー、さあこれで1回目、さあどうする、攻めないね。なんやそれ。だるすぎ。まあしょうがないな、必殺アーツはない。はい、怖っ。あ、メインで見ちゃった、やらかした。おい、見すぎやろダリーナ。オッケー、いやこれメインマジもったいねえ、やらかした。うん、ダメか、射撃。いやーこれ誰落とそう。あ、ライジングじゃないのか。あざっす、打っちゃうか、もったいないし、あんま入んなさそうやけどね。しょうがない、砕け散れ。意外と入った、あざす、特殊カバチェン無効でーす。特殊カバチェン、あー危ない。落とすか、落とすっていうか石板に返さすか。はい、結構入りそう、ワンチャン落としてくれていいぞ。どうだ、落とせ、無理だったか。惜しいな、攻めないね。はい、あざす、じゃあライジングで。ただこれ相手ライジング持ってるプラス交代禁止やからマジでしんどいと思う。マジでしんどい、どうにかして時間稼がなあかんけど結構厳しそう。これでも勝てねえ。
タックルから来るかな、わかんねえな。タックルか、通常で返して必殺技でいいや。はい、ブーン、あざっす逃げたぜ。はい嫌がってるね。おい必殺アーツ持ちすぎやろ、さっきからマジで。どんだけ持ってんの。あー遠距離打撃やな攻めてこないんで、あざっす。攻めろ、おもんなくなるぞ。あざっす。はい、まあこれは負けないでしょう。逃げていく。まあ時間切れでもいいけどねこれ。うん、待とう、じっくりと。時間切れで勝とう。ほんだら攻めてこないんで、うん、いいんじゃない。時間切れで攻めさせてあげよう相手に。あ、どうした、どうしたの、撃たないの、どうしたどうした撃ってきたなんか時間切れで負けたいんじゃないの君は。どうしたいんだ、どうするの、どうしたいんだ君は。攻めてこないね。攻めないから俺は攻めないよ。はい、ほら時間切れになるよ。ほら、あれ、お、ラグなったわ急にそりゃそうなるでしょう。うん、そりゃそうだわ攻めないんだもん。君がやってることを俺はやってるだけだよ。学習しな、うん、学習しなさい。あ、出したはい、皆さんお疲れ様でした。本日は新しいユニークフラグメントをゴジータブルーにつけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ打撃の火力はもう一個の覚醒フラグメントでしっかり上げてくれて、まあおまけに射撃の火力もね 30% 近く上げてくれるっていうのはだいぶ良かったんじゃないかなって思います。まあこれは厳選至読なフラグメントなのかなっていう感じですね。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。